皆さんこんちゃー、ぴょん吉です。今回は、今シーズンアップデが入った CBR4 を使ってバトルを遊んできました。で、今回の動画はね、うさごやのマメジージさんとディオスクを回ってきた動画になります。マメジージさんのチャンネルはこちらになります。でね、概要欄とコメントの方にもね、チャンネルとあと動画、今回の、僕のこの動画のマミジージさん視点のね動画を貼っておくので、よければそっちもチェックしてみてください。で、今シーズンのアップデート内容なんですが、こちらになります。前腕のダメージ係数がですね、1倍から 1.1 倍に変更になっております。 ADS 時の移動速度が 10% アップといったところですかね。ということで CBR4 のカスタムになるんですが、僕が使っているカスタムはこちらになります。マズルに MIP ライトフラッシュガードを使っています。こちらで、散布化を抑えてるっていう感じですかね。バレルに MIP 拡張ライトバレル。レーザーですね。RTC レーザー 1mmW。MIP レーザーでもいいと思うので、こちらは自分の好みに合ったお好きな方をお使いください。で、フォアグリップにですね、スティッピングフォアグリップで、こちらで、エイムの散布回と反動を抑えております。で、最後ですね、流浄グリップ。で、こちらなんで腰打ちに流浄グリップって思うかもしれないんですけど、ちょっとこちらの画像を見ていただきたいです。はい。こちら、上が流浄グリップありです。で、下が流浄グリップなしなんですけど、右上の弾薬散布回というところを見てください。エイムの散布回が流浄グリップで抑えられるのはもちろんなんですけど、これね、数値上、腰ダメの精度も下がってるんですよ。腰ダメ散布回が落ちるということで、今回は流浄グリップをつけております。はい。このような形でね、カスタムの紹介動画もこれから上げていこうと思うので、よければね、チャンネル登録、高評価してください。で、またね、カスタムを使用した際は、コメントなどで、感想など教えてくれると、すごい励みになります。ということでね、メジージとディオスクしてきた動画になりますので、最後まで見ていっていただければと思います。動画の方をどうぞ。いないいないいない、いないと思う。それがいいよね、YouTube。お、久々にキロ見たな。よいしょ。 PPSH2 強持ちで A かな。うん、行こう。ドフのアップで行こう。アフライトやね。オッケー。ヘリいるね。どっ、天空戻ってったよね、なんか、なぜか仲間を忘れたのかな。スタンドオフ鳴ってるよ、いるよ。ちょっと取ってから、待って。え、もう木飛んできたけど。乗ってほしい、あぶね。あぶね。これ無理だな、これ。いや、とりあえず開けて。いや、引いた方がいいね。待って、やべ。手上に。がいる。とりあえずアップデーは取れた。AR が欲しいよ、AR が。両方は PPSH だから。一人やった。あれ取りに行くわ。崖上に、あれがいる、21が。崖上、あー、60の方？地下 SVD かなんかがいる。ここら辺から撃たれた気がする。オッケー。上行く。これ引いちゃうか、ちょっと。うん。行った方がいいよね、これ。AR が欲しい？ AGR あるよ。無理。ジャック。お、全部式。あ、衛星マンじゃん。よし。の、変なとこにもおる。当てられないけど。よし、行ったやった行ったやった。ちょっとあ、甘巻いてる今。ナイス、上から来てる後。上に逃げてってんだよな。よしよ、他いらっしゃい。オッケー、やったやった。ちょっと浅めの俺、油も入っちゃうよ、とりあえず。オッケー、右にいたね、今。オッケー、こっち方面、銃声。オッケー、オッケー。下行って、何人いるか見て。ホットかな。あ、待って、めちゃくちゃいる。ボットだよ、多分これ。それ3枚やったけど。街中はそうだけど、ほら。
あー車とかいるね。あー射爆。距離がきつい。あ、待って、取れるの？あ、あと1個あるよ。お水取ったこれ。うん、ちなみにこっち方面の崖にね、3枚ぐらいいた。あ、ほら来たわ。ガン詰めしてきてるんですけど。やった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 、ナイスー。ちょっと来ねえよ。ナイス、射爆。あと 40の方にスナイル。40にいて310の方にも多分いる。340だ。近いくんね、あるもん。マメジー！やべ、ごめん、やべ、ここやべ。1枚やった、1枚やった。あとは？なんかもう1枚いる。上にいんのか。来た、俺んとこ。行ってる、後ろから集めてる。ナイスナイスナイス。縁来てるよ、縁来てる。足音するけど行っちゃった方がいいよね、これ。縁近いか。近い。これ起こされそうだな。いるいるいる、ここにいるわ。核入れてくる。戻るわ。あ、超ローだった、この人。これで。でもね、かっきりじゃないまだ。あと一人多分生きてる。ね、これ右回りで行きたいけど。待って、ジャッカル来てる。止めてこよう、ちょっと。やったやったやった。ストリーマーだから、確定で人だよね。右で行こう、右で。目の前にスカウト。ちょっとだけ距離を、今空いてるよ、俺。一人やった。すぎると車来てる、こっち。やった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 、オッケー。ういー。よっしゃ、あれ取ってきていい？大丈夫、大丈夫。あちゃんさんいらっしゃい。あれ取る？まあ、取りたいけどな。いけるか。ちょっと取ってきていい？うん、いいよ。見てる。パッて取って、リワインドで戻した。ここいるかも、ここ。この家の屋上に。家の屋上いる、ここ。おー、左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 。左にフルパかな、これ。ありがとうございます。なんだっけ、190の屋根上に1人と、左に1人。左に展開してる、いつも。一屋根降りたわ、これ撃つか。リワインドか。位置バレたなぁ、これちょっと俺。これもちょっと引くね。バカ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 。パンプだ、うぜえなあれ。ブラスターよくないよ。やった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 。あと1枚、あと1枚もらった、もらった。詰めようで、これ。ナイス、ジジイ。下だね、お前だ。はい、ナイスダメージ。うん、2200、1500。おお、でもとりあえず勝ったよ。勝った勝った。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回は腰打ちもエイム打ちもね、両方使う場面があったと思うので、まあ、少しでもね、参考になればいいと思います。まあ、こんな感じでこれからもね、動画上げていこうと思うので、よろしければ遊びに来てください。またね、ライブ配信もやっていますので、そちらの方も遊びに来てコメントしていただけるとものすごく嬉しいです。ということで、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイチャー。